こんにちは。今回は喉声を解消していこうかなと思います。喉声もしくは声のこもりとか、あとは抜けが悪いとか、もしくは言葉によって苦手な方、いが苦手とか、うが苦手って方は特に見てほしいかなと思います。えー、結構いろんなことに反映されるかなと思います。めちゃめちゃ大事な動画ですので、うん、僕にとってね、うん、見てる方にとって大事かは見終わってからわかるんだけど、僕にとってはめちゃめちゃ大事だったので、ぜひ聴いていただきたい。これを見終わる頃にはもう本当に、あっ そうやっって声出せばよかったのねなんだ今までこんなに悩んでたのにってなる方が結構多いんじゃないかなと思います是非お楽しみに聞いてくださいで先に答えを言ってしまうんですけども「いえあおう母音」によってベロの形口の形声の当てる方向を変えようぜっていう話でございます生徒の方によって いが苦手、うが苦手、おっしゃってる方いらっしゃったんですけども、どうやってベロの形してるって聞くと、<laughs> それが出しにくいよっていう形だったりとかするんですよね。なので、それを僕が紹介する今回の動画の内容で、矯正したところ、全然出しやすいですってことになったので、今回動画に作ってます。ぜひね、一緒に、口の形とベロの形と声の当てる方向を変えてみて、声の出しやすさを体感していただければと思います。では、聞いてください。 で、まず、い、え、あ、お、うっていう順番でやっていくんですが、いからやっていきたいと思います。えー、見てる方のいの形、ベロの形どうやってやってますかって方なんですけど、まあ僕が聞いた中ではだいたいこういう風に、いーって出してる方が多かったです。ちなみに僕もやってました。いーって、いーってやってました。でも実際いの形っていうのは、まず口の形は横に開きます。 まあ大体,大体でいいですよ。そんな、ぎーってやんなくていいんですけど、横に開いて、口、一本分ぐらい開けて、ベロを、先端を上に上げる。後ろ側は下がって大丈夫。えー、えー、ちょっとやりにくいと思いますが、ちょっと我慢してください。えー、えー、で、必ずこうやってやんなきゃいけないってことじゃないです。えー、でも大丈夫です。ベロの先端を ちょっと上に上げるって感じ。こうじゃなくて、こうして。えー。上の歯のちょうど後ろぐらいに当てとくといいよ。イー。イー。こんな感じ。これで高い声出してみてください。イー。上に行きやすいんじゃないかなと思います。ちなみに声の当てる方向は、後攻外よりちょっと前かな。 高校からりちょい前でいいかなと思います。若干ね。で、裏声で試してみてください。最初は。出しやすいと思います。で、次は、え、やっていくんですけども、今、いがね、こう先端がこう上に上がって、上の歯のちょっと後ろぐらいでいいよって話をしてたんですけども、それよりもちょっと下あたりに落としていただければ大丈夫です。なので、ベロが、いってやったら、えって感じです。い、え、い、え。ちょっと弾いてください。さらに。い、え、

え,え、え、え。まあ、それはもうちょっと口の形は多分わかると思います。い、え、で、あ、お、う。こんな感じなんで、えー、えー、えー、こんな感じでやってみてください。で、次、あなんですけども、上の歯がこうやって、い、だったのが、えになって、次が、あ、ここですね。今度は下の歯のちょっと後ろあたりに、ペターンってついてくれれば大丈夫です。い、え、あ、い、え、あ、 こんな感じです。声の当てる方向は、E、A 次、ここになります。あ、上、高校外と何校外の間あたりがいいかなと思います。ああ裏声でもやってみてください。あこんな感じです。これで出しやすいかなと思います。で、次、お、なんですけども、おってやってください。口は、お。 若干、うーっぽい感じなんだけど、うよりも広く。お、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 お。で、ベロの形なんですけども、今まで先端をこう、うちゅうちゅう、うちゅう、じちゅう動かしてたと思うんですよね。い、e、え、あ。次、おはちょっと上に上げます。後ろ側を。お、お。あのポジションでいいので、先端は。お。ちょっと上に上げます。お。で、声の当てる方向は、南光外よりちょい前かな。南光外あたりかな。おこれで上にどんどん出していってみてください。高い木を。

これはちょっと確実性はないです。欲しい声質によってはもしかしたら出す方向は変えてもいいかもしれない。試しに出しやすいかどうか試してみてください。出しやすければそのまま使っていいと思いますし。もちろん大変ですよね。夢ならば、どれほどって言った時に、夢ならば、どれほどみたいな感じで声当てる方向変えなきゃいけない。どれほどのとこ間違っちゃってるし。そう。 なので大変かもしれないんですが、ベロの形はしっかり意識すると、より発生しやすいんじゃないかなと、個人的に思いますので、本当にベロだけでも受け取っていただければと思います。はい。えー、人によっては本当にうの形をね、こういう風にしてますとかね、えー、おの形は、ちょっとこう、あ、あに近いような形にしてたりとか、されてる方多かったので、おー、上げていいんだよっていう、ね、感じで、えー、やってみるといいかなと思います。で、もう一つ補足があるんですけども、先端をいの時は、 ここに持ってきて。で、えはちょっと下。あはここ。って言ってましたよね。で、おは、後ろ側を持ち上げてね。うは、後ろ側をもっと持ち上げてね。って話をしてましたよね。ってことは、意識がどこに行くかって言ったら、いえあは先端、おうは後ろ側ってなっちゃうと思うんですよね。そうすると、意識するとこ2つあって超めんどくさくないですか。なので、意識は全部、この中側と後ろ側に持ってって、先端の部分は全部力抜いちゃってていいです。 後ろ側で全部、いえあおうってやった方が、えっとね、声出しやすいかなと思います。要は、先端に力入れて、いえあおうってやっちゃうと、なんか、ぎこちない。と思います。これはなんでそう思ったかっていうと、タングトリルって声出しやすいと思うんですよ。ルルルルルルタングトリル,ルで裏声で、わーっていくと、多分やりやすいと思うんですよね。 できない方はちょっとベロが硬いとか筋肉がないとかあると思うんですよね脱力の仕方が分かってないとかあると思うんですけどもできる方はわかると思うんですが行きやすいと思うんですよで逆にタングトレールの体幹で先端の力を抜いてふーって上行ってみてくださいそうすると行きやすいと思うんですよねでも逆に先端に力を入れてふー先端に力を入れた瞬間すごいここに引っかかりがあると思うんですよ なので、先端に力は入れない方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は気づいたわけで紹介してるって感じです。必ずそういうわけではない。可能性がちょっとわからないんですけども、練習中なので、ね。なので、意識は先端を持ってくんだけど、持ってくだけ。意識は中と後ろ側ぐらいでコントロールしてねって感じ。イーエーアオウイーエーアオウイーエーアオウもちろん最初は先端をこう、えエえってやってもいいんですけど、え イー後ろ側で全部やってあげるといいんじゃないかなと思います。で、場所とか、どこを動かすか分かったら、スケール練習とかで、イーとかでやってあげるといいかなと思います。うー、イーー、うー、みたいな感じでこう、 スケールで移動させるといいかなと思います。すごい練習になるかなと思います。めちゃめちゃ練習になると思います。はい。そんな感じで、ちょっといろいろややこしいかもしれないんですけども、何回かね、この動画見直していただいて、えー、やっていただければと思います。で、この動画の元ネタって何かってことなんですけども、こちらの画像、多分画像出てると思うんですけども、こちらの画像なんですよ。あの、英語の発音表記なんですけども、E A あ、O U 先端がこの位置にあるといいよねっていう、なんかその画像らしいんですよね。 なので、先端をとにかくこう持ってきてあげる。その位置に。この画像の通りに。っていうイメージを持ちながら練習してあげると、本当に声が楽に出ていくんじゃないかな。つまらないとか、その余計な力みとかも必要ないってことがわかるんじゃないかなと思います。うっていう言葉なのにベロが前に行ったりね。ううだからひっくり返っちゃうけど、ううちゃんと後ろにやってあげれば、地声ドラは繋がるよね、みたいな。 感じとか、わかるんじゃないかなっていう願いを込めてこの動画を作ってみましたはい、いかがだったでしょうかって感じで参考になればすごく幸いなんですけどもぜひチャレンジしてみてくださいいろいろなんでしょうね自分の中でいろいろ遊べる材料なんじゃないかなと思いますこういう感覚で声出してみようとかここに声当てながらベロこの形にしてみようとか本当各自でね絶対楽しいと思うのであのボイトレ好きな人は なのでやってみてください。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。失礼します。